こんにちは、月島です。今回は新しく購入した RME Fireface UCX2 を DAW の Studio One に設定し、入出力の指定もしていきたいと思います。また RME 製品に限らず、すべてのオーディオインターフェースの設定に応用できますので、参考にしていただければ嬉しいです。目次です。オーディオ設定画面について、オーディオインターフェースの入力と出力の設定、最後にまとめと次回予告です。それではオーディオ設定画面について見ていきたいと思います。スタジオ1の最初の画面で、オーディオデバイスを設定をクリックして、オーディオ設定画面を開きます。再生デバイスとレコーディングデバイスのところに、設定したいオーディオインターフェースが表示されているか確認します。違うものが選択されていた場合は、プルダウンメニューの中から選択します。これでオーディオインターフェースが選択されました。そして下にあるデバイスブロックサイズもここで選択できます。一般的にはバッファサイズと呼ばれるもので、遅延等に関わる数値です。細かい説明は割愛しますが、低い数値に設定すると再生する音源の遅延が少なくなり、高い数値に設定すると遅延が大きくなります。ただ小さい数値に設定すればするほど、パソコンの負荷が増えていきますので、注意が必要です。次はオーディオインターフェースの入力と出力の設定について見ていきたいと思います。UCX2 は入力が20あります。全部設定しておくのも良いとは思いますが、例えば私の場合はアナログ入力の1から4と SPDIF を現状では使用しますので、必要なものだけ設定しておきたいと思います。まず任意のソングを開き、環境設定を表示します。ウィンドウの下にソング設定がありますので、クリックをします。ここでオーディオインアウト設定のタブを確認します。右の行には入力が並んでいます。縦の列には初期設定だと何も表示されていません。この場合だとトラックを作成して入力チャンネルを選択するときに何も選ぶことができません。設定していきたいと思います。追加モノをクリックします。入力1が追加されました。もう一度押します。入力2が追加されました。次に追加ステレオをクリックします。ここで行と列を確認します。入力3はマイクライン1とマイクライン2の入力にしたいので、クロスする場所をクリックします。これで設定されました。続いてオーディオインターフェースの入力3と入力4も設定していきます。入力6はチャンネル3とチャンネル4のステレオにしたいので、クロスする場所をクリックします。SPDIF も設定します。これで私が使いたいと思っている入力チャンネルが設定できました。また、チャンネルの名前も任意で変更できます。名前も設定して希望する状態になりましたら OK を押したいところですが、このまま OK をクリックすると、この設定はこのソングプロジェクトにしか適用されません。新規にソングを作る場合、またこの設定を繰り返す必要が出てきてしまいますので、この設定を保存したいと思います。その方法はデフォルトを作成をクリックします。現在のインアウト設定を新規ソングのデフォルトにしますかと聞かれますので、はいを選択します。 UCX2 を使用した新規プロジェクトの場合は、この設定がデフォルトに適用されます。トラックを作成してみます。入力チャンネルのタブをクリックします。入力1から4と SPDIF の L と R が表示されています。ちなみに設定変更前に作成されたソングプロジェクトには、このオーディオインターフェースの設定は適用されませんので、その場合はオーディオインアウト設定でデフォルトにリセットを選択すると変更することができます。ここまでが入力の設定になります。
出力の設定は出力のタブをクリックして開いたページで行います。方法は入力と同じ操作で任意に必要なチャンネルを指定して保存します。次はまとめと次回予告です。録音するときに入力選択のタブに使いたいオーディオインターフェースのチャンネルが表示されない場合はこれらの設定を見直してみてください。ポイントは設定後にデフォルトを作成しておくことです。次回は私が今まで約10年間使用してきた RME Fireface UCX をレビューしたいと思います。まだまだ現役でやっていける機能と実力があるオーディオインターフェースです。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。